はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はですね、ドラゴンズのユニフォームについて話をしていきたいと思います。現監督のね、与田剛さんの退任が、正式に決定し、後任として現在は立浪和義さんに就任要請している段階です。ここ数年ですね、監督交代すると同時にユニフォームのデザインも変わるドラゴンズ。今回は、ドラゴンズのね、ユニフォームがどのように変わってきたか、そして、来年のドラゴンズのユニフォームについて予想してみました。はい、ということでですね、ユニフォーム予想を発表する前にですね、まずは、過去のドラゴンズの、ね、ユニフォームを見ていきたいと思います。はい、まずはちょうど10年前ですね、2011年、落合監督最終年のユニフォームです。はい、まあホーム、アウェー、皆さん記憶に残っている方も多数いらっしゃるとは思いますけれども、はい、まあね、ドラゴンズ黄金期のユニフォームといえばこれですよね。はい、まあやっぱりかっこよかったですね。まあ強かったっていうのもあって、かなり人気が高いユニフォームでもありますし、僕も好きなユニフォームです。続きまして、2012年から2013年の、ホームユニフォーム、そしてアウェイユニフォームです。こちらもですね、個人的にはデザインは好きです。ただ色がね、この年から、紺色にネイビーに変わったというところで、かなり、ドラゴンズファンにも、ちょっと違和感があった方もいらっしゃったのかなと思います。まあ、僕はもう野球を見始めた時から、ドラゴンズといえばブルーのイメージが強かったので、まあ、やっぱりかなり、違和感があった印象ではあります。はい、続きまして2013年の、ホームユニフォーム、サードユニフォームですね。はい、まあ、だいぶ攻めたユニフォームだったなと当時も今も思うんですけれども、ドラゴンズとしては珍しい真っ赤っかのユニフォームです。はい、はい、そして2014年ですね、谷繁元信監督に、交代して発表されたユニフォームです。はい、まあ、ドラゴンズファンにとってはあんまりいい印象がないユニフォームではあるかなとは思いますけれども、はい、まあ、紺色ですねは継続になりまして、胸がかなりシンプルになった、デザインがかなりシンプルになったというところですね。はい、まあ、高校野球のユニフォームじゃんってよく言われた覚えがあります。はい、まあ、サードユニフォームの青は個人的には好きだったんですが、あれをできればビジターにしても良かったのかなと思ったりました覚えがあります。そして2015年ですね、谷繁元信監督2年目のシーズンですけれども、サードユニフォームが、パーツごとに色が変わっているのが個人的にはあんまり好きじゃないユニフォームではあります。はい、まあ、ホームアウェーは変わらずですね。そして2016年ですね、谷繁元信監督の、3年目のシーズンですね、サマーユニフォーム、そして、サードユニフォームが発表された年です。まあ、サマーユニフォームはデザインは個人的には好きだったんですが、やっぱりドラゴンズブルーを使ってほしかったなという印象です。はい、そしてサードユニフォームはね、青と黄色というまたちょっと今までのドラゴンズにはあんまりなかったような色使いではありますけれども、まあ、デザインはサマーユニフォームと同じような形で色使いが違うというところで、まあ、デザインとしてはかなり好きなユニフォームだったかなと思います。はい、そして、2017年ですね、森重和監督に、監督が、変わった時のユニフォームですね。はい、まあ、ホームアウェイユニフォームにドラゴンズブルーが戻ってきまして、サードユニフォームがにも、青が使われているというユニフォームですね。はい、まあ、胸のね、竜のイラストが、子供の、なんだっけ、裁縫箱に出てくるような、ついてるようなイラストって、揶揄された覚えはありますけれども、個人的には好きなユニフォームではあります。そして2018年、森監督、2年目のシーズンですね。ユニフォームは、ホーム、アウェイは変わらず、そして、ファンクラブユニフォームと、昇竜ユニフォームが、発表されております。まあ、ファンクラブユニフォームはね、デザインもかなり、好きですけれども、この年の昇竜ユニフォームは結構好き嫌いが分かれたんじゃないかなと個人的には思います。まあ、いいユニフォームではあったんですけれども、青がもうちょっと濃くても良かったのかなと個人的には思ってはいます。はい、そして2019年から現在までのユニフォームです。まあ、ホームアウェイは現在まで同じデザインのものが使われております。ファンクラブユニフォームもそうだね。そしてサード昇竜ユニフォームは2016年17年のやつの愛の子のような印象を受けますけれども、これも結構個人的には好きなユニフォームではありましたね。続いて2020年の、サードユニフォームですね、昇竜ユニフォーム。はい、個人的には、今までの昇竜ユニフォームの中で一番好きなユニフォームですね。
はい、かなりデザインとしては、いいデザインじゃないかなと思いますし、なんといっても胸番号に赤が戻ってきたというのはやっぱりいいですよね。そして、今年2021年の昇竜ユニフォームです。まあ、デザインはね、どちらかというと、2020年シーズンのものに近いユニフォームではありますけれども、はい、胸番号が赤というのは継続で、少しね色使いが変わっていますし、胸のところにね D がついている、昔ながらのねドラゴンズの D がついているというのは良、かったんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、だいぶ前置きが長くなりましたけれども、僕がね予想する、今シーズンのドラゴンズのユニフォーム、発表していきたいと思います。それがこちら。はい、まあ、基本的には2014年のドラゴンズのユニフォームを、まあ、ちょっとモデルチェンジしたという形にはなってくると思います。まあ、2014年のね胸番号が、どちらかというとこうシュッとしたイメージのものだったのに対して、ゴシック体で、かなりちょっとごついイメージにしてみました。どちらかというと個人的にはそちらの方が映えるかなと思ったので、そんな感じにしてみました。で、2014年ユニフォームには、袖のところに、ラインがないんですけれども、今回はですねドラゴンズブルー、そして、ドラゴンズの球団旗にも使われている赤を2本線で入れてみました。で、アウェイユニフォームも基本的なデザインは変わらずなんですけれども、まあ、胸のところの、ロゴは、ドラゴンズではなく中日を入れています。まあ、ドラゴンズにしようかちょっと悩んだりはしたんですけれども、カープでもね、カープと広島ってなってたりするユニフォームもあるので、僕はそっちの方が好きなので、そっちをちょっと使ってやっていきました。で、作り終えて、まあ、これで行こうってなった後に、なんかどっかで両方とも見たことあるなと思って、ちょっといろいろね過去の他のチームのユニフォームを見てみたら、理由が分かりました。はい、まずはホームユニフォームですね。こちらをご覧ください。はい、こちらの西武ライオンズの昔のユニフォームなんですけれども、雰囲気がそっくりですよね。多分ね赤ラインを入れたことによってだいぶ雰囲気が似てきちゃったのかなというところですね。はい、そして、ビジターユニフォームですねは、こちらでございます。はい、これ1984年かなの、 ソウルオリンピックとかで使われてた日本代表の、ユニフォームなんですが、はい、漢字がそっくりですね。別にパクったわけではないんですけれども、はい、雰囲気がすごく似ております。はい、ということで、まあ、実際これがね採用されているわけではないと思いますし、まだ変わるかどうかも分かっていない状態ではあるんですけれども、はい、ちょっとこんな感じだったら面白いなっていう、まあ、個人的なね予想になりますので、ぜひそれでね楽しんでいただければと思います。はい、ということでですね、まあ、また監督が変わるということでユニフォームも変わるかもしれませんので、変わったユニフォームでもですねドラゴンズブルーを継続してほしいっていうのはやっぱりありますし、落合監督の時のようにね、やっぱり強いドラゴンズをイメージさせるようなユニフォームにしていってほしいなと思いますので、新監督、そしてもし発表されるのであれば新ユニフォームにも期待をしていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、こんな感じで終わろうと思います。はい、またね、ドラゴンズの話題なんかもお話をしていければと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。